松田学です。今ちょうど参院選をやってるんでですね、まあ、この参院選について、まあ、どう見てるかとかですね、まあ、いろんな話があると思いまして、豊洲の魚屋で有名な生田さんに今日いやどうも皆さんこんにちは、生田でございます。よろしくお願いします。生田さんもあれですか、今回参院選は多少こう応援したりとか。いやいや僕はもう和田政宗、和田政宗でございましてね。挨拶は和田政宗、挨拶は和田政宗、はい。私も昔一緒に活動してた。そうですよね。そうなんです、次世代の次世代のとこだね。そうですね。もう今なんか自民党のエースになってますけど、ね、いや本当ですよね、うまいことやりやがってるんですよねということですね。まあちょっとしばらくあれ国会の状況とか参院選に向けての状況、うん、生田さんどんなふうにご覧になりますか。いやもうね、私に聞かれたらこれね立場完全に逆だからね、私がいや増田さんどう見てますかって言うと増田さんがパッと答えるっていうんだったら分かるけどさ、俺がっていう感じですよ。まあでもいろいろとね、自民党の先生方ともお付き合いがある、まあまあね、だけど、やっぱりね、私はね、自民党の支持者ですから、はい、やっぱね、安倍さんの外交っていうのは僕は好きだね。外交ね、親父殺しって感じ。親父殺し、トランプ殺し、いや、本当だって、みんなだって手玉に取っちゃってんじゃないですか。そうですね、それは確かにそうですね。フィリピンのデュテルにしてもさ、だってあれだって、癖強いよ、親父だって。そうですね、だってトランプだってそうじゃないですか。そうですね。これをみんな手玉に取っちゃってさ、やっぱりね、安倍さんの親父殺しのね、お坊ちゃんが持ってる、持ってる、あれやっぱ特性ですかね。お坊ちゃんの持ってる特性なんですかね。いや、俺そう思いますよ。まあ、確かにね、その、いろんな戦略とかそういうのもあるんだろうけど、やっぱりね、あの人、人柄いいよね。そう思いますか。いやいや、一回ね、俺会ったことあるんですよ。一回ね、カフェスタで、自民党のネット番組で、あれは衆議院選挙かな。はい、衆議院選挙が秋葉原で最後やるじゃないですか。やりますね。でそれ終わった直後に、直後に嘘やったの。ああそうですか。したらね、開口一番俺に会って何つったかって、生田さん会いたかったよって言われて会いたかったって、俺総理大臣に会いたかったって言われてさそう、いや、そういうとこ、いや、それでそっから、トークを始めたんだけど、その時に、なんかね、すっごい気さくな雰囲気が漂ってくるんですよ。それで、生田お前どうして最近よみたいな感じが次の言葉出てくんじゃないかなっていう雰囲気を持ってるよ。学校の先輩に会ったような感じ。なるほど。そう、私なんか国会の質問の答弁者、質疑の答弁者の関係しかないもんですからね。まあそうですよね、カンカンガクガクやるわけだから、ね、人間的な振り合いではなかったですよね。そうでも別に敵対したくなかったんですよ、野党ですから、しょうがないから。それしょうがないですよね。批判するようなこと言ってだいぶ恨まれたんじゃないかと思ってますから。いやで、自民党とこう普段接してみて、はい、で私も、ね、何人かの自民党の世論の方々に、自民党ってどういう政党なんですかと聞いてみたら、大体皆さん、ね、国民政党だって言うんです。国民政党で、つまりすべての国民の利益を調整するんだって、で特定の立場に立たないっていうんですね。特定の立場は本気に立ってるよね。だから共産党とかさ、ちょっと度外視するとですね、保守なのかっていうと、別にすごい保守色強いわけでもないしですね、まるで保守からリベラルまで、デパートのようにあらゆる、そういう感じがしますよね。いやいや、僕はだから国民、そんなね、国民政党だなんてかっこいいこと言えないけど、俺はね、懐深いなっていうのは感じますよ。懐深い、だから、どんな意見でもとりあえず言えば、聞いてはくれるなっていう。そういう許容度が高いわ。許容度が高い。だから逆に権力に長くいると7になってくるね。7になってくると、あそこは。ああ、それ感じますよ。ああなるほど。だからね、いい例が小池都知事の対抗で東京都連が誰か立てなきゃっていうことになってんじゃないですか。ね、あれで二階さんなんかがああいうことを言い出しちゃうっていうのが権力のおごりになってくるわけですよ、あれが。なんで言うんだろうなと思ったんですけどね。いや、おごりですかね。いや、だからね、だんだんああいうふうになって自分たちは強いっていうのが自然に体の中に染み付いてきちゃうんだよね。染み付いちゃうんでしょうね。そう、それでだから前に自民党が契約した時
時も、やっぱりね、永田町の論理で彼らやりだしたんですよ、それで国民から総スカンだから、あれはだって民主党を支持したわけじゃないんだよ、自民がダメだっていうだけだったんだから、なるほど。で今は野党がダメだから自民しかない、そう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 いうことですね。だからそこでさ、本当は維新なんかがうまくやればいいのにさ、維新もあの大阪であの地方選で勝ったまでは良かったけど、はい、あそこからなんかまた、ねえ、なんか維新っていまだに大阪なんだなっていう、そう国政選挙にちょっと脱皮しきれたような感じがしますけどね。いや本当、いやあのね、だから今回の参議院選挙って結構試金石ですよ、維新にとっては、ね、そうでしょうね、で自民党はそうやって、まあ、融通無下だから野党の政策までどんどん取り込んじゃうんで、野党の立つがないっていうかですね、そんな感じがしますよね。確かに、でそれで調整だもんね、調整ですからね、なんかあの自民党はどちらかというとあの企業の側に立って、で我々は家計を温めるなんていう制度もありますけどね、でも自民党だって公明党のっていうのが今自公政権でいて、どちらかというと家計とか弱者の立場に立ってやってますから、いやだけどね、公明がね弱者の立場に立ってるっていうのはね、私はねちょっとねそれはね信じがたくてね、あのね消費増税で、今度はね、まあだから増税はこれやった方がいいの、やっぱり増税ですか、今の財政の枠組みだったらしょうがないと、私には案があるんですけど、ね、財政のやり方を変えるですね、でもそこまでやらないんだったら、今のあれだったらしょうがないでしょうね、やらざるを得ない、だから今回 の 10% はしょうがないでしょうね、でもその先はちょっと考えた方がいいと思うんで、それはいくらでも、ね、税率を上げない方あの知恵ってあると思うんですね、でそっちを本当は議論すべきなんですけどね。なるほどね、あそっか、いやそれでね、今回の消費増税、まあこれだけ長く引っ張ったからさ、まあ致し方ないかなっていうのは、まあ、3度目も正直でしょうがないと、そうそうそう、もうしょうがねえなと思ってるけど、唯一どうしても嫌なのが軽減税率、あれね、私のとこはね、魚屋ですから、軽減税率の対象なんですよ。そうですね、生活必需品、そうだから私たち売るのは全部 8% ですよ。そうですね、だけどあのまあ、あの仕入れの、ね、魚は 8% できますよ、だけどその他に運賃があったりとか、要はあの発泡の容器、魚類入れる容器、あれだとバカにならないんだから、それは 10% でくるわけですよ、でそうなった時に、今度納税の時にですよ、今まで売上の108分の8引く、仕入れの108分の8で、まあ、簡易計算みたいなことが OK だったわけですよ、そうですね、でそれが今度できなくなるでしょ、ややこしくなりますね、いやややこしいよ、やっぱり現場はそうですかね、いや、当たり前ですって、なるほど、いやだからね、本当にうちなんかも本当零細企業ですよ、弟と、まあ従業員何名かでやってるようなところね、でそういうところで、やっぱり 8% と 10% っていうのが混在してくるっていうのは、これね事務のね本当手間はすごいことになりますよ、これがあの現場の声なんです、ね、いやいや本当ですよ、だからね、さっきね公明党がね、弱者の方がちゃんちゃらおかしいやと、いやだって、我々だって零細企業ってのはそうなるって、みんな、いやこれはちょっと解説入りますけど、もともと軽減税率って財務省反対だったし、お財務省の立場に立ったな、いやで、まあ、自民党もね、必ずしも OK じゃなかったですよね、そうですよね、あれも完全にあの公明党が打ち込んだ政策ですからね、あれはですね、いや別に自民党立場に立ってるわけじゃない、いやだけどさ、あれあれやっぱりね、あの公明党の人っていうのはね、一方的な見方しかできてなくて、消費者にとってその税が添付されることを少なくした方がいいという考え方じゃないですか、でも流通っていうもんっていうのはいろんなステップを踏んでくるわけでしょ、でその中で我々が納税をするわけですよ、まあ、お客様からお預かりした税をこの取られたやつから引いて、それで納税をするってことなんだけど、そこのね手間とかっていうのは全く見えてないよね、中小零細に対して実はあまり目を向けてない、全然向けてないですよ、でもね、実際問題、日本なんか中小零細で成り立ってるわけですから、そこでないがしろにしちゃうまくないと思うね、これ結構そういう不満もたくさんです持ってますよね、多分ね、いや、少
少なくとも市場は大反対ですよ。市場は大反対、なるほど。軽減税率はやめてほしかったというと、ね、いやだって面倒くせえもん、はっきり言って。そうですね。で、でもまだやってないから分かんないけど、我々みたいに要はもらう部分は 8% で、はいはい、あの払う部分は 10% っていうのが出てくると、はい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 、これやってみなきゃ分かんないけど、うん、微妙に俺資金繰りにも影響してくると思うよ。あ、それはそうですね、うん、それは当然そうです。受け取る方と、そう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 、2%のギャップが出てきちゃうね。あ、で資金繰りって本当大変だから今、うん、銀行相手にしてくれないんだから我々零細なんて。今の最大の問題は資金繰りですよね。いやいや、あの本当ね、あの経営なんていうのは、要は BSPL 資金繰りですよ。そうですね。もうこれだけだもん。そうですね。そう、うん、これができてればなんとか経営ってできちゃうんだけど、でやっぱりまあ、BSPL っていうのはさ、我々はまあ、商売である程度の勘っていうのがあるから、なんとかなるわけですよ、あれを作っていくのはうまくね。だけど資金繰りっていうのはどうしようもできねえもん。あ、そりゃそうですね。BSPL が立派でも資金繰りがうまくいかなくて倒産っていうの結構、そう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 、ありますからね。そう、そこをちゃんと見なきゃいけないですね。そうだから我々、だからね、本当にね、あの電子決済とかそういうのやってほしいね。電子決済ね、市場なんかだから もっと広げてほしい。うん、だって電子決済だったらその場で決済してくれるじゃないですか。あ、それはそうですね、うん、あ、だって我々は資金繰りのギャップっていうのがすごいですよ、うんうんうん、セリでの支払いっていうのは4日から1週間ですから、はい、4日から1週間、はい、それでスーパーなんかに売ると月末締めの翌月末払いですよ、それから60日ですよ。そう、すごいです、ギャップ。だから最大ギャップ50何日あるんですよ。ああ、なるほど、はあ、なるほど。もうね、そうなったらね、うん、銀行が貸してくんなくなったら資金繰りもうできないですよ、うん、なるほど、ね、やりようがないもん。なるほど。それと今回問題になったあの2000万の赤字問題っていうのは、あ、2000万の赤字ってあれなんだっけ。あの要するにあの95歳まで長生きしたら、あ、2000万貯金がねえと、貯金がないと、まあ、生きていけないっていうことですね。あれ、あれどういうことなんですか、あれ、あんまり詳しく俺知らないんだけど。まあ別、いや、私の見方はね、あの、要するにあれで、いや、あのそういうの金融庁が出したら、野党がその100年安心、年金100年安心って言ってたのは嘘じゃないか。でもその年金の安心っていうのは年金が破綻しないようにした安心でやってるんですね。そうそうそう、その人の生活もう丸ごと面倒見た安心なんて、そこまで年金やろうとしたら若い人の保険料上がっちゃうし。いやいや、本当そう、そういう問題ですよね、元々。でもそれがなんかすごいね、今回はイシューになっちゃって。いや、だからね、あのニュースが出た時俺意味が分かんなかったんですよ、はい、ああ、はいはい、意味が分かんなくないですか。いや、だからそもそも何が問題なのかって思う、ね、そうそうそう、2000万あっ、あった方がいいよっていうわけでしょ、うん、それあった方がいいよね。それあった方がいいに決まってる、うん、だけどそれとあの野党がガンガン騒ぐっていう筋合いの話じゃないんじゃないな、じゃないと思いますね。ですよね。でまたそれを隠すようにしてなんか報告書を受け取らなかったって、さらにちょっと分かんなかったっていうのがありますよね。いや、だって2000万円、いや90まで生きるんで2000万円必要だっていうんだったら準備すればいいだけの話でさそうじゃない、まあ、そうですね、まあ、簡単に言ってしまう。そうですね。そうでしょ。みんなで準備しましょう。だからそれを金融庁はサポートするために金融がちゃんと、はい、そういうことを言ってるわけですから。そういうことです。そういうことです。何が悪いのって話。そう。それよく言ってくれたって話。ですよね。ですよね。いや、だからこのニュースっていうのは俺あんまり意味が分かってないんですよ。うん、うん。来て、あ、2000万やっぱ90いくつまでいるには、うん、あ、生きるには必要なんだ。うん、あ、俺も今もう50も後半だから少し準備しなきゃなと。うんうん、少し真剣に考えるようになった。そうですよね。でもそれだけの話だよ。それだけの話。そしたら今度は野党がこぞってですね、うん、なんか今回も公約見ても年金なんかばらまきみたいな話追加告げてました。ですよね。の安心できる安心できるとか言ってですね。でもそれって財源ちゃんとあるのかとかですね、はいはいはい、またいつものまあなんていうか財源なきばらまきみたいな、そんなことです。今の状態で年金って破綻はしないんでしょ。いや、しません。反対はしません。しないよね。破綻はしません。で破綻しないようにしたんですね。でそれを給付の抑制でやったん で今まであのどんどん高齢化とともに、はいはいはい、若い人があの人口減りますから、比率が。そうすると若い人の負担がどんどん上がってきたんです、うんうん、でこれじゃあいくらなんでも大変だと、かわいそうだと。これも景気にマイナスですよね、うんうんうん、消費税以上かもしれないですね、はいはい、だから今度出口を絞って、うんうん、それで給付抑制すると、うんうん、でそこでマクロ経済スライドって入れたら、マクロ経済スライド廃止だって言ってですよ。
生と思って。マクロ経済スライドって何よくわかんないですよ。物価上昇率に合わせて年金を上げるっていうのはついていたんですが、それをやめるっていうことなんですね。あ、じゃあもう定額っていうことなんだ。まあ、だからその要するに年金っていうのは普通だったら伸びるのを伸ばさないと。あ、それは給付の抑制なんですけどね。でそれとね、俺維新の今、あ、この名前は言わない方がいいな、維新の A さんっていう人がいてですね、はい、はい、A さん、A さん誰かすぐ分からない ADCHI っていうやつなんですけどね、あ、もうあの人は本当にもう参っちゃうんだけどね、あの人がね、年金っていうのは今の、はい、仕組みだと、はい、要は水が漏れてきたところに、あのシール貼ってっていうことを繰り返してるんだと、はいはいはい、だからこのそっくり器を変えたいよねっていうことを言ってた、でもそれ一つの意見だなとは思ってたんですよ、そこら辺教えてください、ね、俺年金全然わかんないんです、あの付加方式と積み立て方式で、付加方式っていうのは若い人から保険料を取って、それで高齢者にこう年金で渡すということですね、それだとさっき言ったように人口構成が若い人減ると、保険料高くなるから、抑制するしかないと、これ誰が政治やったのって結論は同じです、そうだよね、でそれじゃいけないっていうんだったら自分で積み立てると自分の年金ですね、自分が積み立てた分だけ老後それ運用収益も一緒になってもらえるようにするというしたらその問題解決するじゃないかっていうのが、これは維新が言ってることですよね、だけどそれ今の高齢世代の方々は前の世代の人の年金を今の方式で負担してますから、そうですね、お金なくなっちゃうわけです今の高齢者の方々、不公平になっちゃう、でそうすると何が起こるかっていうと、やっぱりこの今の高齢者のために増税しなきゃいけないわけで、でもその増税のことはあんまり明確に言ってないですよね、増税をしなきゃいけない、増税しないと無理です、次の制度に行こう、増税をするとやっぱり消費税なんですか一番取りやすい、まあ、あの、いやそれは維新は何考えてるかですけどね、維新は あんまり消費税のことは考えてないじゃないですかね、あ、そうですか、なんか国鉄生産事業団方式だったら、なんかこの間馬場幹事長がテレビで言ってましたけど、なんだかよく分かんないですね、国鉄生産事業団方式そうなんだ、いやそれはちょっと専門的なあれなんで省略しますが、でもまあそれも曖昧な話ですね、本当に出てくるか分かんないんでですね、で要するに皆さんあの負担のことは言いたくないわけですね、だからそんな中で自民党が今回ですね、もしかしたら不利じゃないかと消費増税のことを言うっていうので、それもちゃんと言ったっていうのは、やっぱりこれはあの立派なあれかもしれませんね、なるほどね、いやね、年金っていうとね、あの我々庶民感覚だと、いや若い頃から積み立ててたってみんな言うじゃん、ね、そこって誤解なんだよね、そうなんですよ、そこはねきっちり説明した方がいいと思いますよ、あ、いやみんなそう思ってるから、そう思ってるんですね、俺はだってお前、18でお前仕事しだして18からお前積み立ててんだよって、それもらうの当たり前じゃねえかよってみんな言うから、なるほど、で本当は年金ってそうだったんですね最初は、もともとはそうだったんですけども、いつの間にか日本の制度の運用が、いや、あの昔は人口構成がこう、あ、ピラミッドになったピラミッドだった、ね、で65ぐらいで死んじゃうからね、そうそう、だからいつの間にかこう付加方式になっちゃってるっていう、付加方式っていうのは、っていうのは若い人から取った、ね、保険料を高齢者に分配するということですよね、でも今年金の運用ってうまくいってるんでしょ、 GPIA、 たまたまね、あれってね、でもね市況の変動によるんで、あ、まあそりゃそうだ、損するときは損しますし、だからあれ長い目で見てやらないとかわいそうですけどね、あのすぐ大騒ぎするんですね、あれ、どれぐらいの運用益って出してるものなんですか、いや今目標というか、いや目標はね、それなりの予定運用利回りってリリースを出して計算してみたいです、それも徐々に下がってき きたんですね、どれぐらいで見てるの、いや私今ちょっと、いやちょうど今年金の検証今出してないんで、だから今度の選挙の前に出せって言ってたんですね、野党は、ああそうなんだ、でそこちょっと見てみないとね、正確な数字ですね、いや年金はね、あの結構身近なことなんだけどね、あの理解してない庶民って多いよ、あ、本当に、あ、はいはい、だって俺なんかこれだけさ、あのど素人のくせにこういうとこ首突っ込んでるじゃないですか、それでも年金なんてよく分かってないから、でも麻生大臣は自分が年金払ってるかとか知らない、ご存知、そうそうそう、それだってあのね麻生さんと比べちゃダメよもう本当にあの人さ、あの青年会議所じゃないですか、はいはい、やっぱりねいろんな逸話聞いてますよ、すっとぼけた逸話、あ、そうですか、ああいやね、あの GC っていうのは嫌なとこでね、あの例えばなんかあのなんだっけ、あのこういうふうにプロジェクター、プロジェクター、はい、プロジェクターの用意がないっていうと財布パッと渡して今買ってこいってやるようなやつがいたりとかね、はい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 、感じ悪いよ、
本当に金に物言わしちゃってる委員長みたいなのね、そんなの結構いるんだよ。もうその最たるもんが麻生太郎というわけだ。いやいや、あんまりこうね、私も元財務省なんであまり考えないよ。悪口は言えないね。でも面白い大臣でしたけど、あの国会で質問してもですね、あ、まあまあなかなかやっぱりそういう場数踏んでる人だからね、味のある、そうですよね、ウィットに富んでてね、なかなかいいですよ。それはありますよね、うん、確かに確かに。 でも今度はあれですよね、今の状況だと自民党がまたっていうか予想された通り、うん、まあ、勝つんでしょうね。いや、昨日ね、まあ、政治評論家で元時事通信の加藤清隆さんと一緒だったんだけど、はい、やっぱ関数は楽勝でいって、はいはい、これどうにか改憲勢力確保に行くんじゃないかって言ってましたよ。3分の2の確保できるんじゃないかって言ってましたよ、うん、なるほど。そうすると改憲に向けて臨時国会ぐらいからがやるのかな。やるんでしょうね。いや、私は期待してますよ、改憲は。やると思います、うん、いや、でも安倍さんやっぱりやらないと。そうだよね。安倍さんさ、結構評判いいけどさ、あの人やっぱり目標は、目標っていうか絶対やるって言ってたのは、うん、拉致被害者家族でしょ、 それに北方領土でしょ、 それと会見でしょ、何もできてねえんだから。そうですね、実際まだできてないんですよね。そう、どれもできてないの、それはトランプと仲良くやってさ、まあ、うまいこと外交やってるなっていうのはあるけど、自分が言ったことっていうのは実現できてないのが事実。なるほど、その通りですね。で、残りの任期の間でできるかどうかですね。でも外交は相手があるからどうしようもないですけどね。まあまあまあ、そうですね。ですね、まあ、トランプがこの間びっくりして反問点まで行きましてね。あれさ、あれってやっぱり予定してあったんでしょ。いや、綿密に周到に計算してたんじゃないですか。それで最後に、まあ、引っ掛けるんで、ツイッターでポンとやって、こうやってやれば話題になるぐらいなやり方なんじゃない。私聞いてるのは、韓国を外したいって。いや、でも韓国は、いや、でも今回のあの制裁、いや、久しぶりになんか気持ちよかったね。ああ、でもあれ制裁じゃないんですけどね。全然制裁じゃないよね。制裁じゃないですよね、安全保障の措置ですからね。そう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 、です、あれだけど本当にやっぱり、横流してたってことなの、韓国は。してたっていう話がありますよね。あ、そうなんだ。まあ、それは機密事項だから確認できませんけど、そういうのがあるからやってんじゃないですかね、と思っちゃいますよね。いやー、ちょっとね、今回は韓国とっちめた方がいいよ。いやー、でも、ね、韓国もね、なんでバカって言ったら失礼だけど、要するに自分って自分の首絞めてる。いや、そうですよ。ずっとやってるわけですよね。だから、そもそも、いわゆる徴用工の問題から始まって、あとレーダー照射、そうです。あんなのも全然だって、レーダー照射なんてさ、あんなの最初のうち、やっちゃいました、すいませんって言わればおしまいだよ。おしまいです、おしまい。その通りです。間違ってやったのはそうですし、そう、わざとやったんだったら、まあ、事実上同盟国みたいなもんですからね。そうですよね。近い存在に対してやるのかって話ですから、そもそもですね、でさらに天皇陛下に対する侮辱の発言があったりとか、これ日本国民怒るに決まってるんですか。いや、当たり前ですよ。今ね、天皇陛下って言葉が出たんですけどね、いや、俺ね、あ、今回の陛下俺好きだね。いや、あのね、政子皇后がね、いや、なんかすごい生き生きしてない。生き生き、ああ、そうですね、うん、そうです。だって、やっぱり前は結構余命行ったばっかりの時にはさ、いろいろ女性週刊誌に書かれたりなんとかしてたじゃないですか。だけどやっぱりトランプが来た時にはね、もう通訳なしでバーッと始まっちゃったりとかさ、だってあの人何カ国語か喋れるんでしょ。そうらしいですね。すげえよ、やっぱり外交官としてのキャリアを今こう実現してるって。いや、そうですよ。いや、それでね、そういうだからもうね、政子妃がね、本当にね、なんていうの、生き生きとされてて、それで、天皇陛下の方もね、にこやかにさ、それであの人もやっぱり英語は達者じゃないですか。そうですね。あれ見てるとなんか嬉しくなってくるね。あ、そうですね。日本の皇室自体がもう国際社会とこうね、一体になってるっていう。そう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 。それはいいメッセージですよね。いや、かっこいいっすよ。かっこいいっすね。
我らの天皇陛下だもん。でやっぱり今回のトランプが来日した時に、うん、まあ、安倍総理が接待なんて、はい、そういう言葉も出てますけどね、うんうんうん、でもああいう時に日本にはちゃんと皇室があるというのはなんかちょっと誇らしい気持ちになりますよね。いや誇らしいですよ、だってあのトランプでさえさ、であとあのフィリピンのデュテルテ、はい、彼なんか緊張しまくりだもんね。そうですよ。あのおじさんいい人だなと思ってあれ見た時、そうですよ、やっぱり、世界のエンペラーなんですよね。いや本当すごいよね、じゃあこういうのを日本にあるっていうのはすごくいやすごいことですよ。素晴らしいことですよね。すごいこと。そうですね。あで、うん、松田さんは、はい、あの今の皇位継承問題みたいな話あるんじゃないですか。私はもう、はい、あのもう今のまんまでいいと思ってるけど、そのいやもう万家一世そのものが価値ですよね。あそうだよね、これはもうやっぱり人類史上ずっと残すべきだと思うんですよ。それ自体がそうもう理屈抜きででさ、立憲とか共産、まあ共産はどうでもいいんだけど、あと国民民主なんかもそうだけど、女性天皇論を言ってるじゃない、言ってますね。あれおかしくないですか。まあ、女性天皇だったら持統天皇とか、まあ、そうそう女系天皇はちょっと、ね、女系天皇っていう考え方はおかしいよね、あれね。なんかあの差別の問題じゃないないんですね。いや差別じゃないですよ。もう全然違うわけですよ。で特にあれですよね、あの女性、この間あの武田恒康さんが、はいはいはい、あの女性が天皇になる権利がないっていうんじゃなくて、うん、天皇陛下になるっていうのは人権を否定されることなんで、うん、義務なんだと。ああそうだ、だから兵役は女性に免除されている国があるように兵役にもですね、うんうんうん、それと同じなんだということを言ってましたよね。ああなるほど、そうだよね、それは天皇陛下のお仕事って楽じゃないでしょうか、ね、いや楽じゃない、いや実はね、私ね、去年、はい、新刊の資格取ったんですよ、はい、あそうですか、いろいろ慣れてるんですね、あの、はい、こういう尺持ってさ、はいはい、こうやってなんかこんなのってやって、はい、かけまくもかしこきいざなぎのほうかみってやって読むんですよ。ハマってますね。ハマってますよ。で一応ね、明解直解、正解なんだかって言って、一番下の直解っていうのを取った。だから一応、神社に勤務をして、ゴンネギっていう役職ができるんです、私。で、それの親方が天皇陛下ですか、ね、そうですね、あれ、大変ですよ、神職って。そうですね、まあ、国民のために祈るのが天皇陛下の大事なの、ね、だって、陛下はだから、報道とかはされてないけれども、やっぱりほぼ毎日、あの装束に着替えて、はい、ああいう儀式をやられてるっていうのは、はい、あれね、儀式ってすっごい大変ですよ。なるほど。だって正座だって下手すら1時間ぐらいずっとこうやって、あの尺持ってこうやってなきゃいけないんだから、ずっと。それはお疲れになるかもしれませんね。いや、だからあの、上皇陛下がね、やっぱりもう年だからっていうのはね、大いに分かった。俺自分がやってみて、56のおっさんがやったってきついの。そういうね、厳しい職業だっていうこと。いや厳しいっすよ。それで微動だにできないんだから、やってる間は。まあね、そういうお仕事をされて国民の、ね、あのためにこう祈ってられると。そうこういうあの皇室を抱いてる日本国民ってある意味でね、いやね、すごい気持ちいいです。嬉しいです。嬉しいことですね。嬉しいです本当に。本当そうですね。いやいやいやなんかそういう話になっちゃったね。まあ、あのまあまあ、今回どうなるか分かりませんけれども、うんうん、まあ、あのこのままいくと、まあ、安倍さんが続いてやっていってですね。そうですね。それで生田さん普段自民党ご覧になって、はい、まあ、なんか注文とかありませんか。もっとこうなってほしい。いやね、今一番注文は、いい気になんなバカ野郎って。なるほど。あ、やっぱりね、あのずっと安倍政権になってから安定してるじゃないですか、はいはい、あれね、自民党っていうのは絶対安定してくるとおごるんだよ、なるほど。ああ、だからもうそのおごりのいい証拠が二階さんの、あの都知事についての発言ですよね。なるほど。ああ、だからもうそこら辺から始まって、あの入れてるじゃないですか、民主からも。どんどん入れてますね。ああ、だって長島、まあ長島さんはね、あの、まあ、もともと、そうそうそう、あれだけど、その前にあの細野を入れるとか、細野剛志入れるとか、はいはい、あとくる、どこだっけ、和尚じゃなくて、なんだっけ、ああ、はいはいはい、和尚栄太郎、和尚栄太郎入れたりとかね、はいはいはい、そういうことをやるっていうのは、あれ完全に永田町の論理でやってるわけですよ。なるほど。で、それっていうのは、まあ確かに自民党に聞けば正しいことをやってるのか
かもしれませんよ、うんうん、だけど国民からはそう見えませんからね。そうですね、ああ、だからそういうのを入れたいんだったら、うんうん、きちっとしたやっぱプロセスを踏むっていうルールを作るべきですよ、うんうん、そうですね、だってそれやらないで俗人的に二階が言ったらいいよっていう話じゃない、うんうん、そうですね、ああ確かに、もうそれをやったら国民からそっぽ向かれますよ、うん、ああなるほどね、それはその通りですね、うん、まああのそういった、まあこれから政権与党にこういうことやってほしいって何かありますか。うん、まあ、俺は軽減税率をやめてほしい。そうですいや、それとやっぱり俺やってほしいのは憲法改正です。憲法改正ですね、うん、あ、だってこれだけさ、北朝鮮は核持ってる、中国は核持ってるっていう時だよ。そうですよね。それでだって我々って丸腰じゃないですか。丸で、しかも南北統一されて、それも北主導で統一されたあのいわゆる防衛線が38度線から対馬海峡まで来る、はい、そうですよ、現実に起こりうる話だ。いやそうですよ、どうすんの日本ってですよね。そう、それだってこれ会見しとって、うん、であの今 の, あの会見案だと、うん、結局あれじゃないですか、まあ、防衛のための戦力は持つぞっていうことを言うと、うん、はい、でそれぐらいはやっとかなきゃ。うんうんうん、その通りですね。あ、まあ、あの戦力は持たないって言って、戦力持たないって言っちゃってんだそうなんですよね。あ、まあ、自衛隊を置くというのを入れてなんとか違憲性をって言ってますけどね、でも根本的なあれじゃないですよね。いやー、やっぱりダメですよ、だからあの北朝鮮にしたって中国にしたって完全に舐め切ってますよ。いやいや、舐められてるんですよね、うん、だって、どうせあいつらやらねえもんって分かってんだから。そうそうそう、いや今回の一連の韓国の対応だって要するに舐めてるわけです。そうですよ、バカにしてるんですよ。完全に舐められてるわけです。完全に舐められてますよ、それは憲法ですよ。そうですね、うん、いやいや、九条さえ唱えてれば戦争はみんなしないんだというやつです。もうね、そんなおとぎ話はいいよ。いやいや、いや、これ本当にこれ重要な問題ですよね。あ、まあ、もともと自民党の結党目的は憲法改正。そうですよ、当然一番最初が憲法改正じゃないですか、何年やってんだボケって何十年やってんだ、何十年やってんだボケってそれぐらいやってくれよと。いや本当、当然を実現するために政党があるわけじゃないですか、その通り。ね、ただのお題目だもんあれ、冗談じゃないですよ、まず憲法改正、それから、まあ、最後にあの、はい、今の選挙制度どう思います。いや、あの衆議院に限ってですけど、はい、僕はねやっぱりね、あの小選挙区って良くないと思う。あ、はいはいはい、あ、だから、まあ、また都政の話になっちゃうけど、やっぱりね、若くてなかなか有能な、衆議院議員がいるじゃないですか、でそれがやっぱり一人区で出てるから、そこから抜けられないんだよね。そうですね、だからね、まあ、ある、うん、あるって言っても分かっちゃうから言っちゃうけど、平正明に言ったことあるんですよ、はいはいね、平正明にお前一回ね、はい、あの国政離れて、はいはい、都知事やってそういう勉強もいいんじゃないかって言ったら、はい、それは分かる、すごいいいことですよね。いいことですよ、視野も広がるし、いろんなことも覚えるから、地方自治の現場分かってまた国政行くってこういうことですよね。そうですよ、で知事っていうのはすごい権限あるから、やっぱりだって一人財務省一人総務省っていう感じの部分もあるじゃないですか。大統領ですからね、大統領だもん、だからそこでやってくるっていうのはすごいいい経験、いい経験ですね、でそれは彼も認める、うん、だけど、うん、イキちゃんそうは言うけど国政戻るとき、うん、東京4区は空いてないんだよ。ああ、もう誰か入っちゃいますからね。もうで誰か入ってそれが、ね、そう、それが当選すれば絶対、もう それを党は押すに決まってるもん。これってあれだ、政界のいわゆる新陳代謝が起こらないってことですよね。そうそうそう、だから、今、アメリカなんかはさ、その人事の流動性っていうのがあるじゃないですか、だから面白いのがさ、政府にいた人間がある日突然ツイッターにいたりするんだよね、アメリカって。ツイッターにですか。そうそうそう、いやだからツイッターのなんかね、人と偉い人とね行き合ったことあるの、アメリカ人の、うん、したら、あいつはだってお前この間まで、政府の何こういう役職やってたんだよ、うん、いやすごいダイナミックじゃないですか、そういうのって。ダイナミックですね。日本ですとすぐなんか天下りだとか、そう天下りだとかなんとか言うけれども、やっぱりねそういう人事の流動性っていうのが、そうですよね、うん、やっぱねそれって国の活性化だと思うんですよ。活性化ですね。お、まあいくら民間が頑張っても政界が全然流動化しないってことですね。そう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 、だから地方自治一回ね、まだ30代、40代ぐらいで勉強して、都知事かなんかやって、まあ、失敗することもあるかもしれないけども、まあ、そこで腕を振るって、国政に戻るっていう流動性がもう全くなくなっちゃってますよ。逆にいい人材が政界に入りにくいですね。入れないですよ。そうなんです。だって一人区で決まってて、当選2回でもしてれば、
公認外れないもん。外れないですよ。いや、いろんなね、今のね、いろんな裏から聞くわけですよ、うん、あの議員はね、あんまり良くないから、うん、次は公認しないななんて言ったって、実際公認して、実際公認しちゃうわけですよ。いや、俺だってさ、東京の中で見たって、あんな野郎、あんな野郎、あんな野郎、しょうがねえなって思うのいっぱいいるんですよ。だけど、やっぱ公認しますよ。そうです。だって、そらそうじゃないですか、まだだって力の加減が分かんないような新人立てていくよりも、こっちで行けば固くいけんだ。だから志のある人がもう政治できないんだ。そう。そういう社会になっちゃいましたね。その典型例。まあ、いやもう本当にね、なかなか増田さんね、こんなとこでこんなことやってないでね、あなたね、自分のね、本当に経験とね、知識っていうのをね、発揮できるとこ行きなさい。いや、それはね、それは行けるんだったら行ってますよ。いやでもね、本当にね、松田さんのような方がね、本当正解言ってほしいよね。いやこれ私を褒める番組じゃないんです。いやいいじゃない、別に褒めてるわけじゃない、本音を言ってるだけですから。いやでもね、本当そう思いますよ。私だけじゃなくて、たくさんの人がね、もう選挙区が埋まってるとかですね。そうですよ。それから、じゃあ全国比例あるかって言ったら、いや自民党の場合は金と組織ないと無理ですから。いや無理無理無理、いや今回の渡辺政宗も苦労してますよ。あ、そうでしょうね。もともとそういうのはない人、だって組織がない人だもん。組織ないですよね。はい。で全国比例でやるっていうのは大変なことですよ。大変ですね。だからまあ本当頑張ってほしいですけどね。だからね、選挙制度っていうのは一回これ考えた方がいいよね。考え直さないといかんですね。でももう全部既得権益になっちゃってるから。そうだよね。一番変えるの難しいかもしれないですね。いや、そうかもしれないですね。小選挙区やっちゃったらね。そうなんですよ。だってみんな一人区だもんね。そうなんですよ。もうなんかもうガチガチになっちゃってますからね、それで。いや、このね、参院選の結果、まあ、これから政治がね、どういうふうにいくか、はい、また生田さんといろいろとね、はい、議論させていただけたらと思います。これ、議論というより雑談です。雑談でいいです。雑談です。最後に一つ、A さんはとはどんな感じなんですか、A さん。ノーコメント。でも、報道特集はやめません。これだけ。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。